おっそっす、いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。はい、ということでついに来ました、ドラゴンボールシリーズ最新作アニメ、ドラゴンボール大魔1話が放送されました。はい、プライムビデオで見たいと思います。では行きたいと思います。しかも10分拡大だったんですね、今回。なんかちょっと長いなと思ってたんですけど さあ、東映アニメーションということでね、初の深夜枠ドラゴンボール。そうですね。はい。得意ですね。なんかちょっとあれですよね、こう、道着はなんかちょっと変わってる？ちょこっと。で、この最初の入りすごくないですか？クリリン、お初期クリリン。天下一武道会ね。ラディッツ。これバーダックの感じ見るに、スーパーのバーダックですね。なんか違和感があるのはあれかな、靴のデザインかな。フリーザ、セル。で、マジンブーですね。かっこいいね。はい。みんなですね。省かれてるやついる？ね、この棒のとかですね。なんだろう、色が違うんだろうね。気になる、ここですよ。ここはどこじゃいということでね。魔法陣っぽいのがあって、で、映像が映し出されてますね。今までの、こう、ドラゴンボールの歴史。で、魔人ブー編を見てるって感じかな。バビーとダーブや。作がいいな。ダーブラ王。バビディの妖術にかかった、これあれじゃない、虎杖の水産の。こっちはあれだよね、ディゲのジャスベロとか、メジャーのゴロウ君とか、ナルトのシカマルとかね。ベリー、あ、お兄ちゃん、そう、お兄ちゃんなんか。お兄ちゃん、シンがお兄ちゃん、なんかザマスみたいなやつだな。人間嫌ってそうですよね、なんか。お、マジンベジータ、うわすげえ、かっけえ、うわマジンベジータかっこいいな。うわ、俺の一番好きな戦い、マジンベジータと悟空2。あ、すげえ、戦闘作がいいの。耳が丸い。光線みたいなもんって、気候派だけど。知らない。魔法？え、なんで？どういうこと？気候派知らない。普通にダーブラとかも出せるけどね。あれ、魔法なの？ブー、マジンブー、ゼン。あ、やっぱ、あ、大魔界っていうのね。食べちゃおう。はい、クッキーにされて。あ、このシーンはカットね。これも。おい、ダーブラがやられたぞ。あっさりと。あっさりやられたよね。目つぶしからの。これで大魔界の王はあなたになりましたね。悪い顔。え、でもさ。ダーブラって暗黒魔界の王だったよね。大魔界の王じゃないよね。設定変わったんですかね。暗黒魔界じゃなくて、大魔界ってなったのかな。知ってんだな、ナメック星人。ナメック人っていう。お、ファイナルエクスプロージョン。ファイナルエクスプロージョン。おー。激アツシーン。激アツシーン。あ、ベジータが、灰に。なんかさ、この、ちっちゃいやつもさ、服っていうか、ここがさ、なんかあれだよね、プライドトルーパーズにちょっと似てる模様が。信じられません。
ここのボールは7個ですよ。え、ここしかし、あ、やっぱヤムチャさん、まあそうだよね、ヤムチャさんの性格合ってるよね。シェンロンと呼んでいるようですね。メモしてる。この慣れた様子だと、ここのドラゴンボールは比較的簡単に集められるようだな。え、どういうこと？大魔界にもあるってこと？これそう、願いより。え、でもそういうことだよね、ここはって言ってるから。だって他にはもうナメック星か地球しかない、ね、3つでも驚いてる。ところで、今はどうだったんだ。もうお前に用はない。最初は1つだったもんね、願いは。神様、ブレス、主人であるパーミティまで。バービーディのことも知ってる。めっちゃ魔人ブーはバービーディ。見てください、こいつもナメック人です。間違いない。いくら探しても見つからないはずだ。あいつは外の世界に移っていたのか。外の世界、棒が変化してる。もともとナメック星人って大魔界にいたってことさらに増したようですね。おテンクス、あー、アルティメットご飯すげー、この作画で見れるの最高。で、最後の元気玉ですね。完全に振り返るよね、スーパー元気玉。これ撮り直してるよ、野沢さんとかすごくね。はー、未だにこの演技力、化け物な言い方したあれだけど。恐れていた魔人ブー。なんとあいつら、魔人ブーを本当に倒しやがったぞ。すべていなくなりました。あの作画で見返したい、ね、現実ともに、あなたは晴れてこの大魔界の王になったわけです。おめでとうございます、キングゴマ。キングゴマ、ゴマってこと。姉上、お兄ちゃん、え、ベゲス、あなたもいたの。ベゲス、ザマスみたいなもんか。相変わらず美しい。それはどう、なんかすごい吸血鬼っぽい見た目なの。それより研究、何の研究してるの。大魔王の誕生ですよね。なぜそれを。姉上もどこかでご覧になっていたようですね。ダーブラ王が外の世界に出かけるなんてめったにないことでしょう。ちょっと興味が湧いてね。旅費を与えてくれた金いるんだ。何の研究してんだろうね、そこは気になるよね。ゴマ様が王になってもそうしていただけるんでしょう。あ、てかヒサカさんじゃん、これ声優すげえ出てんじゃん。それよりお気をつけになって。すげえ。だってそうでしょう、あのとんでもない伝説の魔人ブーを倒したのよ。そんな連中がこの大魔界にも乗り込んできたら、ああ、考えただけでも恐ろしい。なんかこの人裏切りそうだよね。奴らがここに来たらやばいんじゃないか。姉上の言うことなど真に受けない方がいいですよ。まあ多分乗り込んでくるんでしょうね。で、この大魔界で冒険するって感じかな。まあそうなるよね。強力な3人の玉神様が守っているんですよ。玉神？この大魔界のドラゴンボールじゃない。あ、やっぱあるんだ。あの地球という星にある。しかも3つか。あれ、グラナラのとこが確か2つだったよね。しかもこんなちっちゃいの。あそこのドラゴンボールなら簡単に揃えられるかもしれん。ですが、何を願うのですか。基本はおそらく白魔法系でしょうから、白魔法系は拒否されると思いますが、この世界は白魔法とか黒魔法とか。ああ、これでね、みんな若返るんだ。お姉さん。髪型はあれだよね、ウィッサみたいな感じ。武力化して
小物感面白いな。そして2つ目の願いは、魔のサードアイをいただこうかな。魔のサードアイ、何それ。第三の目、天使犯、え、ダーブラのお父さん、アーブラ。あ、それで強くなるのかな。やめとけやめとけ、絶対部下に裏切られるぞそれ。あ、やっぱ魔人とかいるんだ。あのドミグラ的なのとかいるんだ。ミラとかトーみたいな。え？え、ナメック星人いるの？もともといたって言ってたけど。あ、キービジュアルに出てた。なんか悟空の味方になりそうですよね。新しい相棒という。あ、こいつらが守ってんだ。こいつらが玉神？ああ、本当だ、ナメック星人。そんな強いのかな？なんか機械っぽいけど。少し臭いな。お前いつシャワーを浴びた？シャワー？ああ、確か何年か前に泥に落ちた時に浴びたな。やば。なんだけ不潔なんだよ。確かにナメック星人ってお風呂入んのかな。でもそんななんかね、不潔なイメージないよ。だから外の世界です。こいつはなんでここにいるんだろうね。一緒に行かなかったのかな、外の世界は。何これ金みたいな。オーキド博士な、オーキド博士だね、あのアガサ博士の。え、こいつ門番だ。そいつの口の中に入る。あ、それが転送装置みたいなもん。それで悟空たちの世界に行けるの。じゃあバビリンたちもこうやって来た。すげえ目が回るな。回転して。外の世界に行くんだろ。どこの宇宙だ。第七宇宙。あ、第七。第七宇宙の何番だ。地球という星に近いのは三番か。3番に行きたいのか。近頃3番が人気だな。なんだと、うん、ダーブラとバビディたちか。それよりあとにもう一人いたな。え、誰だ。おい、名前を教えろ。偉そうな態度だな。すみません教えてください。確かドクターアリンスだったか。お姉ちゃん、もう先に言ってるんだ、お姉ちゃん。もうドクターってつくやつは大体すごい、なんかすごいのなんか作るからな。これ第七宇宙の地球に行くと。なんで金魚の形なんだ。トランクスだよ。トランクスの誕生日。ん ?8 歳、いや9歳になったのか。さあトランクス、いくつになったんだ。9歳。あ、9歳になった。9歳か。それにしちゃ随分チビだな。クリリンさんに言われたんですよ。サイヤ人は15歳くらいでいきなりでっかくなるんだ。あ、そうなの。いや、お前もそうだったな。まあ、実はそんなにでっかくはならなかったけどな。貴様、喧嘩を喧嘩やってんのか、マジ。カイオジさん、なんでこんなとこに。ちょっと他に用事がありまして、ね、キビトの、あれ肌の色。そういや、二人はポトラで合体したんじゃねえか。あれ、肌の色。絶対元には戻らないって言ってた。原作寄りになってる。あなたとベジータさんもポトラで合体して魔人ブーに吸収された時、なぜかブーの体内で二人に戻ったでしょ、うん、なったなった。そう、ブーさんにお願いして試していただいたところ、え、吸い込んで吐き出したら。え、じゃあさ、え、
あ、ほいさ。おそらく魔人ブーの体内にはホタラの合体すら解いてしまうほどの不思議なガスが発生していると思われる。なんだよ、本当は合体したくなかったんじゃねえか。え、じゃあこれ、え、君とはおじさんですからね。おじさん、おじさんだけど。悟空には前弟子だよね、確か。チュンゴに頼んで、ブーをいいやつってことにして、地球に残っちまうんだからな。え、これじゃあスーパー、ね、スーパー行ってないんだ、これ。ご飯の野郎、付き合い悪いんだよな。勉強で忙しいってさ。戦いで、しばらく勉強ができなかったでしょうからね。これスーパー行ってないんだよ。だってスーパーだとドラゴンボールにお願いして、あのキビトシンからこう分裂したんだよ。だ、要はスーパーの時系列じゃないのかこれ。じゃないともう噛み合わないんだよね、そこが。まあ細かいこと言っちゃうとね。もうそしていきなり悟空とベジータのバトル。カメ、カメ T シャツ。あ、いいね。あ、このラッシュの時にさ、ダダダダって言わなくなったね。そこ嬉しい。あれ好きじゃないんですよね、ダダダダっていうの。ここぞって時に言ってました。おすすめバトル、神作画のバトル、ギャリックホーク。行こう。僕これカメハメやから。パンチ食らったから、ベジータ。みんな楽しそうだな。俺たちも行くか。ミサポポ。ダメですよ。いつ何が起こるかわからないんですから。あ、来た。本当だ。怒った。え？来た、ゴマたちが。やっぱこいつ見れば見るほど、プライドトルーパーズのなんか一人見えるな。あなたたちは？ほう。本当にナメック人だ。同じナメックリンに会うなんて何万年ぶりか。何万年ってすごいな、タイ。何歳生きられるの。ちょっと違いますね。ちょっと違う。我々は大魔界から来たんですよ。え、ミサポポなの。大魔界の出身。え、大魔界出身なの、ミサポポ。謎だからミサポポ。え、何、耳がとんがってるやつは大魔界出身ってこと。今ここに全て集めてくれ。ドラゴンボールを。そんなことできませんよ。そういうこと？だからそこの連中は不思議な力が使えるってことだ。あの方は大魔界にもドラゴンボールがある。そのドラゴンボールを大昔に作ったのがあいつだ。だがついでに玉神なんていう恐ろしい連中まで作ってボールを守らせやがったから、長い間誰も願いを叶えられやしない。誰も叶えてない。そこで地球にもあることを知って。じゃあダーブラーも勝てないってこと。こいつは相当強いよ。願いを叶えるつもりですか。当たり前だろ。しかもそれ作ったのこいつ。え、え、メイコは最近願いを叶えたと言えて。ああ、魔人ブーの記憶ね。石ころだな、探しにくいね。え、なに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 それ、なになに、え、うっそでしょ。探す手間も超省略。なにこのじっちゃん、え、有能すぎね。いや、おかしいおかしい。石だけど。嘘でしょ。ドラゴンレーダーの存在意義をなくなった。え、なに、え、戻せんの？は？嘘や。え、このじいさんすごすぎね。僕は死んでも絶対に合言葉を教えたりしませんよ。君たちの映像があった。ああ、そっか。メモしてた。メモしてたね。いでよ、シェン。やめろー。ああ、デンデニ。何する。え、何か文句でも。あの、ジュースでも飲むか。ミスターポポ。いいえ、結構。いでよ、ミスターポポもそこそこ強いと思うんだけど。そして、願いを叶えたまえ。
ションが出ちゃったね。急に暗くなったぞ。これってシェンロンが出たんじゃないか。あ、でも結構なんか近しい人選んでるね、ヤムちゃん。ドラゴンボールはまだただの石のはずよ。日食だなんて聞いてないし、なんだろう、この気配。弟の気配。さあ、願いを言え。どんな願いも叶えてやろう。ポポたちのちっちゃくなる。子供というのは具体的にどれくらいの子供だ。小学1年生ぐらい。すでに子供だったのか。まあ5点取られてたの。他にあるか、まあるんじゃん。まあ、そういうのは赤子にする。どんな願いも叶えるんだろう。これでみんな縮むんだね。まあドラゴンボールだよね。なんか苦しそうなんだけど。おー、苦しそうだな、なんか。え、なにこれ。新しいオープニングかな。おー、終わった。はい。ということで、ドラゴンボール大魔第1話でした。いや、まさかね。なんか結構、新事実が、めちゃめちゃ明らかに。新事実っていうか、新しい情報が盛りだくさんで、これちょっとね、まとめ動画、この後出したいと思いますので、よかったらそちらで、深く語りたいと思いますので、まあとりあえず第1話めちゃくちゃ良かった。もう何が言ってさ、作画だよね。まあ PV でもう分かってたけど、まあ、改めてこうね、過去のとかも振り返って見るとめちゃめちゃやっぱ作がいいなっていうのは分かったし、声優さんたちもすごいよね。全然なんかこう衰えを感じさせないね。まあヤムチャの声優はちょっと変わっちゃったのもちょっと悲しいですけど、はい、ということでまた来週、一緒にリアクション動画撮っていきましょう。つどつ、バイバーイ。